中学校の時はソフトテニスをしてて、で、まあ、楽しかったんですけど、あの高校ではやっぱ楽しかったソフトテニスとカヌーで迷ってて、カヌーに入ろうって思ったのはやっぱり瀬谷先生との出会いがきっかけでした。興味が出てきて、で試乗会に参加して、で周りの先輩の雰囲気とかそういうのを見てカヌーに入ることを決めました。目標が高くて、で全国一っていう目標を持ちながらお互いを切磋琢磨して、もう一日一日一生懸命にやってるのが魅力的でした。初めて見た時は体がすごく大きくて戸惑ったんですけど、なんかそういう先輩の姿も目標にしながら頑張ろうと思いました。苦労してるのはやっぱりメンタル面です。全国一っていう目標はやっぱり持ってるんですけど、どうしても本数重ねていくときつくなって諦めそうになったり、そういうのが結構自分との戦いが本当にきつかったです。香川で伸びなかったのはやっぱり悔しくて、でインターハイの時もその順位のことばっかり気にしてて、気持ちはそんなにいい感じではなかったんですけど、いざ決勝ってなった時に瀬谷先生の、あの自分に大丈夫って言い聞かせろっていうアドバイスのおかげで気持ちを落ち着かせて、で決勝では緊張しないまま漕ぐことができました。最初は全然実感は湧かなかったんですけど、やっぱりみんなにおめでとうとかそういうのは言われて口に取ったんだなとそういうのが嬉しかったです。キャッチマイドリーム。